カナダなど外国籍の人が6人となっていますこれで船内の感染者は20人国内で確認された感染者は合わせて45人となりました一方国立国際医療研究センターは国内で新型コロナウイルスへの感染が確認された患者3人の治療経過を公表しましたこのうち中国武漢での滞在歴がある中国人の患者にエイズ治療薬を投与したところ 症状の改善傾向が見られたということですこうした中今夜政府は中国武漢などに在留する日本人と中国籍の配偶者などを移送するためのチャーター機の第4便を現地へ派遣しましたおよそ200人が搭乗する予定で特に今回は在留日本人以外にも中国籍の配偶者など家族も多く登場する見通しとなっています明日